1960年オランダグランプリは1960年の F1 世界選手権第4戦として1960年6月6日にザントホールとサーキットで開催された。レース中、ダンガーニーのマシンがブレーキトラブルのためタルザンコーナーでコースアウトして事故が発生、観客2人が死亡した。この観客は立ち入りが禁止されている区域にいた。 ジム・クラークのデビュー戦であった。モナコグランプリでの大事故で、クリフ・アリソンがシリーズから撤退し、フェラーリが本グランプリに投入したのは3台のみであった。フィル・ヒルト・リッチー・ギンサーは D の246回1をドライブし、ボルフガング・フォントリップスはリアエンジン駆動の D の 246P をドライブしたが、これは今まで使用されたことのないマシンであった。 チームロータスもレギュラードライバーのイネス・アイルランド、アラン・ステイシーに加えて、ジム・クラークが起用され三大体制となった。クラークは本グランプリがデビュー戦となり、その後1963年と65年にタイトルを獲得、その他にも多くの記録を達成し、60年代最も成功したドライバーの一人となった。クーパーと BRM は前線と変わらぬ体制で参戦した。 スカラブモランスリベントローとチャックデイの2台、体制であった。アストン・マーティンは、シーズンの序盤2戦を欠場し、本 GP が初戦となり、ロイ・サルバド通りが、アストン・マーティン d b r 4をドライブした。他のプライベーターは、クーパー T51 及び、ロータス18で参戦した。スターリング・モスは、RRC ウォーカーレーシングからロータス18を、ドライブし、 ヨーマンクレジットレーシングチームは、クーパー T51 を、クリス・ブリストー、トニー・ブルックスとヘンリー・テイラーに託した。テイラーは今シーズン初のレースであった。また、スクーデリア・セントロスウッドは、モーリス・トランティニアンと、マステン・グレゴリーの2大体制で参加した。カレル・ゴダン・ドボー・ホールは、エキュリー・マールスベルゲンからクーパー T51 で参戦したが、彼にとっては今シーズン唯一の参加であった。 ドライバーズランキングは、ブルース・マクラーレンが、スターリング・モス、ジム・ラスマンを抑えてリードしていた。ラスマンは1960年のインディ500で優勝していたが、他のレースには参加しておらず、マクラーレンのチームメイトで前年チャンピオンの、ジャック・ブラバムは開幕戦で、ノーポイントに終わっていた。コンストラクターズランキングではクーパーがトップに立ち、フェラーリ、ロータス、 BRM がこれに続いた。モスは最速タイムを記録し、6回目のポールポジションを獲得した。2位は0.2秒差で、ブラバムが続いた。3位にはアイルランドが入り、3代の BRM、ヨーボーニエ、グラハムヒル、ダンガーニーを抑えた。グリッド中段は、クーパーとロータスが分け合った。ブリーストーが、ステーシー、マクラーレン、ブルックスを抑えて7位に入る。 クラークはデビュー戦を11番グリッドからスタートすることとなった。唯一のフロントエンジン車となったフェラーリは後方に沈み、ギンサーはポールタイムから3秒遅れとフロントエンジン車の時代が終わったことを示した。予選後にいくつかのチームとドライバーが賞金について主催者と口論になった。この論争はスカラブ、アストン・マーティンとマステン・グレゴリーに影響を与えた。 ダンガーニーの事故。観客が死亡したが、ダンガーニーは無傷であった。ブラバムは、モスとのスタート勝負を制し、一周目からレースをリードした。モスの後には、アイルランドとステーシーが続き、ブラバムは三台のロータスを従えて走行した。二周目にステーシーは、チームメイトのアイルランドを抜くが、すぐ後に抜き返された。その後方ではマクラーレンが、フィルヒルを追い越した。 三代のロータスが2位争いを繰り広げ、ブラバムは数秒間逃げることができた。四周目にはブルックスはギアボックスのトラブルで脱落した。マクラーレンは八周目にトランスミッションのトラブルでリタイアした。ブリストーは九周目にエンジントラブルでリタイアした。レースはその後、ダンガーニーの重大事故の影に隠れることとなった。五周目にガーニーは急なヘアピンカーブで、 ブレーキトラブルのためコースアウト、マシンは転覆した。彼のマシンは制限区域に侵入していた観客と衝突し、観客は死亡した。大きな事故にもかかわらず、ガーニーは無傷であった。この事故は1960年シーズンにおける一連の死亡事故の最初となった。ベルギー GP では、ステイシーとブリストーが死亡事故を起こしている。他社のリタイアとオーバーテイクによってクラークは、 チームメイトのアイルランド、ステージーに続く5位に浮上した。ブラバムは17周目に、遠赤でダメージを受け、モスはパンクが生じていた。モスはピットインして、パンクを修理、コースに復帰した。一方ロータスの3名、アイルランド、ステージ、クラークはそれぞれ順位を上げ、グラハムヒルはこの3名の一角を崩し、クラークを追い抜いた。トランキニアンは39周目に、 ギアボックスのトラブルでリタイアした。クラークは42周目にトランスミッションのトラブルによりリタイアする。その後54周目にはフィルヒルとボニエが共にエンジントラブルでリタイアした。57周目にはステーシーがチームメイトのクラーク同様トランスミッションのトラブルでリタイアした。ブラバムは全てのラップをリードしてアイルランドに24秒差で勝利した。このレースは ブラバムのシーズン初勝利であった。ブラバムはこの後も連勝を果たす。クーパーにとってはオランダでの唯一の勝利となった。1960年シーズンは、序盤4戦で4名の勝者が出ることとなった。アイルランド、グラハムヒルは、初の表彰台を獲得した。モスはいくつかの対戦相手を追い抜き、グラハムヒルに次いで4位に入った。フェラーリのホントリップスと、ギンサーは5位。 6位となり、ポイントを獲得した。テイラーとド、ボーホールがこれに続いた。ファステストラップはモスが記録した。ドライバーズランキングは、マクラーレン、モスの順位は変わらず、ブラバムは4位、アイルランドは5位に浮上した。コンストラクターズランキングではクーパーがリードを7ポイントに広げ、ロータスはフェラーリを抜いて2位に浮上した。ありがとうございます。